こんにちは、海のひとときです。だんだんと寒さも増してきましたね。自分は寒くなってくると深瀬釣りでメジナかヤリイカ、あるいは穴釣りでカサゴのイメージがありますが、皆さんはどうでしょうか。ということで、今回はですね、穴釣り、ブラクリ釣りをテーマに動画を作っていきたいと思います。最近では初心者の方も穴釣りから始めてみたという方もいるそうですね。この動画では市販の仕掛けの水中映像とその課題を踏まえて自作した仕掛けでの水中映像をお届けしたいと思います。でははじめは市販の仕掛けからご覧ください。今回使っていくのは一般的な仕掛けです。穴釣り用のショートロッドにこのように能が強くて、割と耐久性もあるこのショートロッドに道糸をつけて、その先端にこの市販のブラクリをつけてみました。そしたら早速水中映像に移っていきましょう。今回使っていく餌はサンマの切り身になっています。着底させたり少し海底から浮かせたりの動きをつけてこのように誘い出してみます。カゴカキダイと奥から小さいカサゴが現れました。どうやら見えている魚は口が小さい魚で、ついばむだけになってしまっていますね。市販の仕掛け、市販のブラクリのメリットとしては、まず結ぶだけなのでとにかくお手軽。ブラクリ一つ道糸の先端につければそれで完了です。二つ目に針と重りが一体型なので絡んだりすることが非常に少なかったりとか、あとは狭い穴にも落としやすいというようなメリットがあるんじゃないかと思います。一方で市販の仕掛け、市販のブラクリの課題はこれかなと思うところは、見てわかる通り針がでかいっていうところですね。魚の食い込みが悪い時に針を小さくしたいが、だいたい市販の仕掛けは針が大きめになっています。先にお話ししたように針と重りが一体型になって絡みは少ないのですが、このように魚が重りに違和感を持って離してしまうことがよくあります。また根掛かりやウツボのバイトによってこのように針が曲がってしまったり、紛失してしまうと重りごと交換をしなくてはいけなくなってしまいます。このような課題を解決するために今回自作のブラクリの仕掛けを作って、そちらを撮影していきたいと思います。ではまず仕掛けの作り方を紹介していきたいと思います。使っていくのはスイベル、中通し重り、ハリス止め、針、そしてミチ糸2種類とゴム管です。まずは太いハリス、今回使うのは6号のハリスにこのようにスイベルをつけていきます。スイベルをつけたらハリスの逆の方からこのように中通しの重りをつけていきます。中通し重りの号数は竿の耐荷重と潮の流れなどによって判断していきます。中通し重りを使う理由としては、魚の当たりが伝わりやすくなることと、魚
魚が餌を加えた時の違和感の軽減につながることをイメージしています。中通しおもりをつけたら最後に針簾止めをつけて完了です。サルカンから針簾止めの長さが約10センチほどになっています。もう一方、使いたい針に針簾をこのようにつけていきます。今回使っている針簾は2号の針簾になります。ゴム管を 2,3 センチほど切り、針簾に通していきます。針簾を針簾止めに通します。取りたい針簾の長さの分のところでコブを作り、このように針簾止めに固定していきます。ゴム管で針簾止めをこのようにさらに固定していきます。これで一連の仕掛けの完成になります。針簾を短くしたいときはゴム管を一度外し、このようにコブを作り、不要になった場所を切り落としてから再度ゴム管で留めて完成です。では実際に自作の仕掛けをこのように海中に落としていきます。この自作の仕掛けにはマルセイゴの14号の針をつけています。重りから針までの遊びがある分、餌が潮流に合わせて自然な動きをするのはとてもいいと思います。また同じ理由で魚のフッキングも良くなりそうですね。やはりまだ針が大きそうなので、ここで早速交換をしていきます。ここでグレ針がついた針簾をワンタッチで交換しました。針を小さくしたので、おのずと餌も小さくなっていきます。針簾と針のセットをあらかじめ作っておくと釣果が良くなりそうですね。カサゴがやってきました。餌を小さくしたので食い込みはかなり良くなっているようですね。丸い重りなのでよく転がっていきます。どうやらそのまま根に入られてしまったようです。竿の角度を変えてみると、なんとか根から引きずり出すことができました。サイズは小さいですが本命のカサゴです。
さらに立て続けにヒットシーンをお届けいたします。今見えているのがベラと念仏台になります。ここで違う魚がやってきました。合間を狙って一目散に餌を食べました。こちらも小さいですが、なんと赤旗が釣れました。どうやらこの前にエビを捕食していたようですね。はい、こちらもリリースになります。いかがでしたか？市販のブラクリのメリットは何といってもその手軽さにあります。食いの悪さや環境の変化によってなかなか釣果が上げられないという時は、この自作仕掛けで試してみる価値は十分にあるかと今回感じました。ぜひこちらも試しに作ってみてください。